北木福田儀社は中国の商用車メーカーで北京儀社集団の子会社である。1996年8月28日に創立され北京市昌平区に本拠を構える福田は50億元を超える資産と2万9000人を超える従業員を有する。福田の事業所は北京市、天津市、山東省、湖南省、湖北省、遼寧省、 関東省といった市や省に所在している。r d 拠点は日本、ドイツ、台湾、フィリピンに分散している。2005年にはブランド価値が119億3200万円を超えた福田は最も価値のある中国ブランドトップ500において自動車工業部門で4位、総合で43位にランクインした。福田は拡大するラテンアメリカの小型商用車市場へ、 参入するために、コロンビアに、組み立て工場を建設する予定である。また、インドにシマファーラーシュトラにも、工場を建設する計画である。2010年7月16日、ダイムラーと合弁設立で合意し、調印式を行った。2011年9月に、中国政府省務部の認可を取得し、2012年2月18日、 北京福田対ボロク記者有限講師が正式に発足した。北京市海中区に本社を置く、この新会社はダイムラーとの接班出資で設立され、福田の中型、大型トラック事業は同社に移管された。ブフダは同年7月9日から福田のオーマントラックの生産を開始した。また、7月19日には1億3500万ユーロを投じて、 ディーゼルエンジン工場を建設すると発表。オーマンに搭載されるメルセデスベンツの OM457 型エンジンを生産する予定である。1961年に破産したドイツの自動車メーカーのボルクバルトを2008年に51年ぶりに復活させ、旧ボルクバルト創業者、カールの孫であるクリスチャン・ボルクバルトを創業者に据えて、 共同出資者兼 CEO にはかつてサーブやダイムラーに勤めたカール・ハインツ LKNSS、車体デザイナーにはかつてメルセデス・ベンツ E クラスの設計に携わったノルウェーのアイナル・ジェイ・ハレーデを迎え、実際の車体製造及び財政面での支援は福田記者が行うことになった。ありがとうございます。